トゥース。バレットのボーカル。顔とは裏腹に毒舌おしろそうたでござそうろう。毒舌そうたでございます。した。ありがとうございます。ありがとうございます。ケフも、相談が寄せられました。僕のところにありがとうございます。本当に嬉しい限りでございます。いやこんなね、いつもね、きついこと言ってる僕にね、相談寄せられるっていうのは意外なことでした。はい。あ、でも、そうた節で、もう、ね、ストレートに俺の気持ちをぶつけていくんで、今日もご視聴お願いします。今日の相談内容っていうのはこんな感じです。私は、一般の主婦ですと。はい。で、とあるビジュアルメイクさん、あ、ごめん、間違えました。とあるビジュアル系アーティストの方にメイクをやってくれとお願いされて、迷っていますと。そうたくん、どうしたらいいですかみたいな感じな内容でございました。はい。これはね、気持ち次第。うん。ほんと気持ち次第。あのね、メイクの仕事とかは、もう俺はすっごいとっても素晴らしいことだと思う。うんうんうん。で、まあ仕事って俺、ね、別に仕事に対して、世の中にいろんな仕事あるけど、別に差別とかは全くないから、どんな仕事でも俺はね、まあ素晴らしい仕事だと思うんだよ。その法律に違反しないことだったら、悪いことじゃなかったらね。うん。で、メイクさんとか俺は尊敬してるし、うん。ね、俺もほら、ね、アーティストやってるから、依頼する立場だから、まあ、メイクさんっていうのはすごい、もう、なくてはならない存在なわけ。だから、まあ、アーティストとしてはやってほしいだろうね。でも、気持ちが大事っていうのは、なんだろうな、お仕事なわけだよね、アーティストっていうのは。お金をね、お客さんからいただいて、貴重なお金をいただいて、貴重な時間を割いてきていただいてるわけ。うんうん。だから生半可な気持ちだったらやっちゃダメなんだわけ。うんうん。だから今回のケースで言ったら、俺はやんない方がいいんじゃないかなと思う。うん。もう迷ってる時点でね、ダメなんじゃない？だって、やろっかな、やらないかな、どうしよっかな、ぐらいの気持ちだったら、それは、ちょっと良くないと思うよね。俺だったら、それぐらいだったら、じゃあいいですってお断りするもの。心底さ、自分がこのアーティストを輝かせたいとか、心底そのアーティストを綺麗にしたいとか、あ、メイクって面白そう、めっちゃやってみたいっていう気持ちだったら、もうぜひやるべき。それはやるべきだよ。だけど、どうしようかな。めんどくさいな。っていう気持ちがあったら、やっぱり失礼。アーティストに対しても失礼だし、お客さんに対しても失礼だよね。見に来てくれる。で、いい仕事を、こうやるにあたって気持ちってものすごく大事だからさ。またここ白く濁ってきちゃったからごめんね。こっち側からちょっとまた。何の話だっけそうそう。いい仕事をやるときってやっぱ気持ちがすごい大事だし、仕事じゃなくてもそう。例えば俺ね、じゃあお友達に、この日会わない？って誘ったとするじゃない。で、その友達がさ、いいよいいよ、あ、俺もそうたと会いたいって言ってくれたら、ものすごく嬉しいじゃない。ものすごく嬉しいじゃん。それはもう、だから会うのに、全然さ、両方の気持ちがあるから、とてもいい、時間になるの。素敵な時間になるの。でも、いいよ、とさ、その友達が言いつつもさ、でも内心心でさ、めんどくせえなーって。
でも付き合いだからしょうがねえかなって思われて来られたら、こっちとしては迷惑じゃない、はっきり言って。こっちが誘ってる側かもしれないけど、お願いしてる立場なのかもしれないけど、めんどくせえなって気持ちで来られたら気持ちよくないじゃない、はっきり言って。うん、だからめんどくせえなっていう気持ちがあるんだったら俺はやっちゃいけないと思う。うん、だからメイクに関してだけじゃないよね、全てにことに関して俺は当てはまると思うの。うんとね、じゃあライブに来てくださいって招待されたとするよ。でもその時に、ああこの人のライブ行きたい、応援したいって気持ちがあるんだったらもうぜひ行くべきだし、自分が楽しめる場だったら行くべきなんだけども、ちょっとでもめんどくせえなって気持ちがあったらね、行った時にさ、あ楽しかったよとか言っても、でも内心心ではさ、ああやっと終わったみたいなだったらやっぱり失礼だと思うよ俺は。うん、だから、うん、今回はこうどうしようかな、蒼太くんどうしたらいいですかぐらいな感じでしょ。だからそれやったらまあやらない方がいいんじゃないかなって僕は思います。ちょっときつい意見で辛辣な言葉だったから申し訳ございませんが、僕の素直な意見はそうですね。はい、うん、でやっぱり楽しめないと自分のストレスになるよ。うん、そうだね、だから良くない、うん、何をするにしても楽しめることだったら自分のプラスになるけど、うん、ね、それこそさ、向こうは真剣ね、真剣なね、ちゃんとしたアーティストだったらね、本当のなんだろうな、真剣に音楽活動をやってるアーティストだったらやっぱりお願いしてる立場でもやっぱり真剣に臨んでいてお金がかかってるわけだから、お願いしてる立場の人にもやっぱり言うんだよね、きついこと。だからメイクやってて、あもう違います、こんなんじゃないです、もっとこうしてください、ああしてくださいって口うるさく言われる、その覚悟もなきゃいけないし、でもそれ言われたらへこんじゃったら、うん、なんだよって気持ちで帰ることになるよ。うん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 、だって俺も、うん、生意気かもしれないけど年上のメイクさんがいて、でお願いしてる立場でだけどライブは妥協できない、うん、真剣に臨んでるから、だからすごい口うるさく言うもの、うん、だからその覚悟もなきゃいけないと思う。だから今回はやらない方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい、でも自分が本気で、あーやりたい、すごい面白そう、その人のことを輝かせたいって気持ちがあるんだったらやった方がいいと思う。まあだからその気持ちによるって言ったのはそういうところでございました。ちょっと長くなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ、また相談、寄せてくれよ。転がってこうぜ。そうだってこうぜ。